ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回は、Google の検索ページの方に、このようにアニメーションが追加されており、これをクリックするとどうなるのか、ということをご紹介したいと思います。何はともあれ、実際にクリックしてどういったことになるのか、ご紹介したいと思います。では、クリックします。クリックしますと、このようにアニメーションが始まります。そしてこのままずっとアニメーションの方が進みます。天狗が出てきたり、鬼が出てきたり、タヌキが出てきたり、何かよくわからない妖精だったり、武士が出てきたり、鳥だったり、そしてこのまま鳥の中を猫の忍者が走り去ります。続いて鳩が空へ飛び立つシーン。さらに猫の忍者が空に飛ぶシーン。そしてこのようなゲーム画面になります。こちらにある通り、矢印キーで歩く、スペースキーを押してアクションとありますので、この操作手順の通り、実際に操作してみたいと思います。では実際に操作してみます。では実際に操作します。チャンピオン島へようこそ。年ごとに世界の強豪アスリートたちがここに集まり競い合うんだ。赤い門に入るんだ。君の腕を試してやろう。ということで指示通り赤い門の中に入っていきたいと思います。そしてここで操作方法が出ます。卓球ということで方向キーで移動、スペースキーでパワーショットとあります。もうこの時点でなんとなく想像はつくかと思いますが、今回のこの Google の検索画面に出ているメニューというのは、現在開催中のオリンピックに対応したメニューになっています。その中でこのようにオリンピックの競技をゲーム感覚でプレイできるという内容になっています。このまま少しプレイしていきたいと思います。卓球ですので矢印で移動。そしてスペースキーでアクション。ここでいうアクションとは球を打ち返すのがスペースキーになります。こんな感じ。スペースキーを押すとラケットを振りますので、これで球を跳ね返すことができます。そしてただ単に球を跳ね返すだけならば、スペースキーを押す必要はなく、球のところにキャラクターを持っていけばいいだけです。このように必殺技を使う際にスペースキーが活躍します。見かけよりも強いな、ということで、またさらに続きがあります。今度は何かと言いますと、こちら。チームに所属するとリーダーボードが見られる。ということで、何かこちらの周りに出てくるキャラクター。これがおそらくチームかと思いますが、例えばレッドチームに入るとどうなるかと言いますと、特に説明を受けるだけで何も起こらないようです。この建物の中には入れるようです。そして中に行くと鶴がいますので話しかけると、君がここに来てからずっとすごいことをやり遂げるのを見ておいたよ。シマリの出来事は全部わしが追っている。
ということで、ここはゲームをするというよりは会話をしているだけのようです。では特にこの部屋ではもうやることはありませんので、外に出て、そしてもっと他のステージに行ってみたいと思います。橋を渡って、この街はすっかり無人になっている。天狗が来てからというもの、すごい風が吹くようになって、ということで、おそらくこの先に天狗がいるのではないかと思います。やはり予想通り天狗が出てきました。ここでは何をするかと言いますと、やはり卓球みたいです。このまましばらく相手をしようと思います。さあ、弾を複数飛ばしてくるようです。必殺技を出しながら天狗を倒していきます。どうも必殺技を出せば弾を複数個同時に打ち返すことができるようです。このままどんどんプレイしていきたいと思います。ただかなり難しいです。どんどん難易度が上がっていくような感じがあります。さあ、これは結構難しくなってきます。さあ、どんどん球の数が普通の卓球ではありえないぐらい増えてきました。さあ、このまま、さあ、このままどんどん打ち返していきます。ということで、後半かなり厳しかったですが勝つことができました。そしてどうも勝つと巻物がもらえるようです。さて、間違って入ってしまったので一旦やめて次のステージに行ってみたいと思います。この奥のステージに行くとどうなるのかというと、雨が降り出してきました。とりあえずこのまま気にせずまっすぐ進みたいと思います。この中の建物に入ると何か像のようなものがあって、その奥にまた天狗がいます。ということで、ここでは何もやることはないみたいです。少し違うルートに進みたいと思います。このまま下に行ってリーダーボードということで、各チームの得点を確認することができるようです。どうもマサルが所属しているレッドが一番得点が高いようです。さて、他に行くところはというと、ここにも何かありそうです。特に大したことはありませんでした。この先行けるかと思いきや、どうも橋が崩れているようで行くことができないみたいです。お、何か話しかけてみますと、ここを渡りたいの、残念。この長雨で水位が上がって橋が水の中に沈んでしまったんだ。ずっと雨続きだ。あの見慣れない少年が卓球道場の裏に来てからだな。見慣れない子、何か繋がれるんじゃないの。ふむ、考えたこともなかった。あの少年が雨を止められるかも。ということで、この話の流れからすると
少年を探すということになりそうです。卓球道場はこっから北の方だ。竹林の奥深くにある。これだけ雨が降ったんだからそろそろ晴れの日があってもいいよな。ということで竹林の奥ということでしたので、ここではないので、もしかしたらさっき言ったところ、さっきは天狗が居眠りをしていましたが、そちらの方、ここはとりあえず目指すべきところかと思いますので、もう一度中に入ってみます。中に入って、もう一度先ほどの天狗のところに行きます。いや、あまり関係はなさそうですね。これは何かというと、天狗が船を漕ぐのに使う扇だ。すごく強そうだ。ここも何もなさそうです。このまま少し違うところを探索してみたいと思います。この先は行けない。ここはさっき行ったところですので、少し違うところを行ってみます。さあ、ここもさっき通ったような気がするんですが、こっちは何もない。この先はまだ行ってなかったと思いますので、このまま先に進んでみます。そうすると今度は、また違うキャラクター、フクロウが出てきました。ここではクライミングをするようです。方向キーで移動、スペースキーでジャンプ。実際にやってみたいと思います。方向キー。このように、ジャンプしながら、画面上を漂っている何か丸い粒のようなところ、そこを掴むことができるようですので、こんな感じで順番に掴みながら行ってみたいと思います。ただここ、かなり難しいです。さっきの卓球と比べると一気に難易度が上がります。どうも今上から落ちてきている丸いもの、当たると下まで落ちてしまうようです。さあ。あの丸いやつに当たらないように上まで行く必要がありそうです。ここはかなり難しいです。さあ。さあ、この調子で。ゴールは近づいてきました。あと少しなんですが、ここはかなり難易度が高いです。せっかくですので、せめてこのステージぐらいはクリアしたいと思います。
はい、ということで、どうも、このステージにつきましては制限時間がありますので、ただ単に成功すればいいだけではなく、時間も守ってクリアを目指さなければいけませんので、とにかく、ここはかなり難易度が高いゲームになっています。ということで、あの白いやつに当たると、ダメなので、あれに当たらないように、また当たってしまいました。さあ。あとは長時間ぶら下がっていますと、どうも自動的に手を離してしまうようですので、あまり一箇所でとどまらないように、なるべく早くジャンプして、次の握れるところまで行かなければいけないというような仕組みになっているようです。おっと。残り24秒。灯籠のようにところに、灯籠のようになっているところがどうもチェックポイントみたいですので、なるべくここを通って失敗しても途中からやり直せるようにする必要がありそうです。残り10秒。ちょっと今回も難しいです。また当たりました。さあ、タイムアップということで、さて、だいぶメンタル的にもきつくなってきましたが、せめてこのステージぐらいはクリアして今回の動画は終わりたいと思います。もう一度プレイします。とりあえず、まずは、灯籠のある、この部分。この灯籠のある、ちょっとした陸地部分。この陸地を目指します。さあ、あの白いやつが、とにかく、難易度を上げている感じがあります。さて、まだ時間はありますので、もう少し頑張りたいと思います。どうも陸地にいるときは、あの白いやつに当たっても大丈夫みたいですので、じゃ、よし、残り9秒。お、いけるか。残り1秒。あと1秒のところで何とかクリアすることができました。やってることはシンプルではあるんですが、かなり難易度が高く、逆にその反面このステージ、かなり楽しめたステージでもありました。こんな感じでまだまだたくさんの競技をゲーム感覚でプレイできるようになっています。もしこの
現在期間限定で公開されています Google のオリンピックゲーム、まだプレイしていない方いましたら、なるべく公開されている期間中にプレイしてみるといいのではないかと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。